緒に走る。おー、おはようございます。どうも。そこにいたのか。いたの。あ、いたの。なんか普通の格好したかわかんないいろいろ撮ってるんですよ。10年っていうのはないな。私が初めて10年だから、そうじゃない。走る気力がない。僕も結構そうですよ。走る意味がわからない。意味がわからない。走る。本当ですよ。走るモチベーションがないですから今、うん。何のためにみたいな。そうそうそう。でも前走ってんですよね。うん、朝と帰り。朝もうほら自分定期券が短いんで。ああ、ここから走ってる。走らざるを得ないんですよもう。いやでも短くしちゃってるから定期。でも家まで帰るんですよね最後は。いや帰ってないですよ途中まで。はい。からまた電車ですか、はい、あの YouTube 見てますか。恥ずかしい。それ恥ずかしいです。それ恥ずかしいです。全部5月1日に55キロ落ちたから、はい、笑っちゃいます。わらじで55キロしたんですか。すごいな。出上がるな、ビジュアルが。本当ですよ。ね、ですか、夜。うまっ。あ、それうまそうですね。それクリーム。うん。
お邪魔します。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、はい、乾杯。どうも、はい、お疲れ様です。お疲れ様は多分低温調理したので、はい、お酸味のあるこう、うなだれで召し上がる。そうなんです。牛が運ばれてるんですよ。どんだからやっぱりそっち側にあったんです。あるんですよ、その肉の角度。ゴロゴロ野菜盛り。はい。西洋って全部ね、ハムの高級のやつ、歯ごたえのあるハムみたいな。これうまいじゃん。うまい。金、あの、ね、千葉で控えてしまう。なんかみんなあの置いていっちゃうらしいんですよ。あ、そういうこと。お土産でくれたりとか。美味しいですね。美味しいですね。大人の味ですよ。うん、別になんか、ここで光合成を。おしゃれですね、やっぱり料理が。うまかった。1000円台ってちょっとびっくりですね。びっくりびっくり。レモンサワー。これはもうすごいやってくれるんですよ。これ見てください。ね。もうやばい。今日は一緒に行くと。ありそう。払いやすい。払いやすい。それでね、これ油ですね。これも取ってます。ゴミ豆腐。これね、これね、ちょっと油とまだフランス。油フランス。そうね、サッカー朝やったの知ってます。え、サッカー知らない。ドイツと親善という日本代表とドイツ代表。え、すごくないですか。美味しい。やばい、美味しい、これ。そうだね。炭酸水とかもう1リットルで80円とかで売ってて、もうそれにレモン入れて、もう熱を。マーボー、チャーハン、マーボー。あ、チャーハンである。チャーハン。マーボーはマーボー。ちょっと紫も美味しいです。